バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイも最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ではでは、嬉しいことに今夜メッセージいただいておりますので、早速お読みしたいと思います。ようこさん、スタッフの皆さん、こんばんは。あなたのカズさんです。今回は約3ヶ月ぶりの投稿です。ご無沙汰してごめんなさい。カズさん、相手してください。1ヶ月、いや1週間ごとに相手してください。ではお願いします。私、この度娘に赤ちゃんが生まれたので、先日神奈川県まで会いに行ってきました。本当は実家で産んだ方が少しでも楽なんですが、このご時世、県外からの移動は 2,3 ヶ月前でないといけなかったり、娘の産休の都合だったりで帰省は諦めて、夫婦2人で産前産後を乗り切ることに。いろいろ不安だらけのようでしたが、今は LINE でいろいろな話ができるので少しは良かったかもしれませんね。主人と同居している息子に家事や高齢の母の世話、にゃんこを頼み、にゃんこってみんな言うのかな、猫ちゃんですね。一人で飛行機に乗り、空港からリムジンバスに乗り、無事に娘夫婦の家に。初孫ちゃんに会えて喜ぶのもつかの間、赤ちゃん中心の生活リズムに戸惑いながら、まだあまり動けない娘の代わりにご飯を作ることくらいしかできませんでしたが、娘も孫も元気で、旦那さんも育休を取って一生懸命で微笑ましく思うことでした。我が家のことが心配なので1週間ちょっとしかおれず、いろいろ心残りではありましたが、ぐずる孫を抱っこして寝かしつけた時や、ミルクをあげた時のことを思い出すと、ほんわか幸せになります。今度はいつ会えるかな。どんどん大きくなるんだろうな。ようこさん、孫は目に入れても痛くないってよく言いますよね。いやいや、さすがに目には入れたくない。この子は 3700g 超えのビッグベイビーなのですから。ただ食べちゃいたいくらい可愛いのは事実ですね。寝顔を見ているとついカプッとしたくなりました。ようこさんもこれからまだまだ大変だけど楽しみがいっぱいですね。これから大きくなる子供たちのために暮らしやすい世の中にしていきたいなぁとつくづく思うこの頃です。では今回のリクエストはハピネスをお願いします。素敵な曲ですね。元気をもらえます。ようこファミリーもお元気で。それではごきげんよう。あなたのカズさん、ありがとうございます。では今夜1曲目リクエストいただきました、ようこでハピネス、お聴きください。
いただきました曲はヨーコでハピネスでした。ヨーコはですね、カズさんもうおばあちゃんになったのと思ってもうめっちゃ嬉しいのと、おばあちゃんって言葉がね似合わないおばあちゃんがもうこの世界にはいっぱいいらっしゃるなってね。じゃあどこのおばあちゃんがおばあちゃんが似合うんだって思いますけどね。まあさまあさっていう、なんか私もちょっとびっくりしたのと、あと嬉しいのがねちょっと混じって興奮しております。カズさんよかったですね。おもぐさん男の子かな女の子かなどっちかなってね、すごいちょっとワクワクしてる。そしてですね 3700g ってやっぱりね大きいですよね。私もね娘さんにねお会いしたことがあるから、華奢な体にねやっぱり 3700g の赤ちゃんがいたっていうことは、お母さんもまあ華奢ですけど、カズさんも華奢ですからね、なんていうのかな、こうおお大丈夫かしらってね、妊婦さんもやっぱり臨月になるとねもうそのまま抱っこしてあげたくなるくらいさ可愛いじゃん。もう妊婦さんってさもう最高、もう無敵じゃんね。わかります皆さん、もう可愛くて可愛くて仕方がない女性のさ形なんですけれども、私大好きね、プレママさん大好きですね。でね、3700確かに大きいんですよ。でお腹も結構重たくて大変だったと思うんです。ただね陽子は4センチ近くで生まれて、で私のそのなんていうの周り結構4センキロってね、あ4センキロ、4センキロはダメだよ4センキロはちょっとキロをつけたらいいか、あの4センググラム以上っていう方もねいるんですよ。だからさ、うちの母もね、小柄ですよね。私は大きいですけど、そう。だからよくね、あのちっちゃく産んで大きく育てろっていうね、先人の教えがありますよね。まあ、確かにそうなんですけれども、まあ私みたいにね、まあ、親不孝者はね、大きく生まれて大きく育ったっていうね。だって不思議ですよ。妊娠中ね、私1センチはね絶対伸びてるんですよ。171ありますからね今ね。プロフィールちょっと前まで170だったんですけど、もうねこの1年前にね出産しましたが、もう笑いごっちゃないよね。プロフィールも私36になりましたからね、36にして1センチ伸びてるみたいな。ウィキペディアも誰か書き換えてもらっていいですか。お願いいたします。まあね、人生ってさ本当何があるかわからないっていうことで、なんていうの、山あり谷ありとか、どんな坂があるかわからない、中野なんかまさかとか言いますけど、もっとさもっとよ皆さん、ハッピーな名言残してくんないかなってねめちゃくちゃ思うんですよ。だってね、人ってこう何か困った時、悲しい時、あれ予定と違ったってなると、なんでですかね、すぐさまリスク管理からなるのか、あ悪いことしたとか間違ったとか、わーって責めちゃうね。そうなるけど、ハッピーなことばっかりあるとね、ハッピーなことばっかりですよ。まあ例えるならちょっと
落として何かをね壊してしまったと。でそれに対してなんで壊したんだっていうのはあれですけどね、まあ簡単に誰でもね言えたりするんですけど、あ、形あるものはいつか壊れるものねっていうのをなんかこう儚げじゃない言葉で伝えたら分かってもらいます。この私の微妙なこのさライン、もっといい例えあったらいいんだけどね、うん、とかもうなんていうの、この形あるものいつか壊れるものねもそうだし、あの他にねもっと悪いことが起きたかもしれないのをこれで難を救ったよねみたいな言い方とか、うん、いやめっちゃわかるの、そうかもしれんだけどなんかないかなみたいなもうやってしまったことはしょうがないし、元物もねもう元には戻らないからこそ、うん、なんかないかなってね、もう結構ね私だからハッピーな言葉いっぱい、あ、そうそうそれでだよ、最近そういうことをねやっぱり考えちゃう、歌詞を書くのにね当たっていろんなことを考えちゃってね、でご飯作って今朝ね娘にねおにぎりを持たせたんですけれども、そのおにぎりを持たせた時にね、海苔が見えてる方と、蓋を開けて海苔が見えてる方と蓋を開けて海苔が見えてない方とね、どっちも作ったのね。そしたらこの海苔が見えてる方はこれは当たりねって、分かった、じゃあこっちはね大吉ねって言ったら娘がえー、って言うんですよ。だから人って多分もう一つは悪い方っていうのをもう意識、無意識か、無意識にさ、いいことと悪いことみたいな、プラスの反対はマイナスだから、プラスがいいんだったらマイナスは悪いみたいに思ってるんですよね。だから私はねちょっと娘たちで研究していこうと思います。もうえ、こんなハッピーな言葉になるのこれは、あ、そうか、人生ってそんなハッピーでできてるもんねみたいな、あ、ハッピーパーソンにねもっともっとねこう教育していきたいなと思います。まあこんな陽子でございますが、こんな陽子が皆さんに愛を込めてお届けしたいと思います。陽子でスウィーティー。愛してるずっとずっと I will love you forever ever。 こんなに愛せるって知らなかった、いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部あたしだけのもの、苦しいくらいあなたのリズムに負けそうで、何もいらないからね、早く来て、してるずっとずっとあなただけを思っていくの、手と手合わせて生まれる幸せを守り続けよう、愛してお聴きいただきました曲は陽子でスウィーティーでした。実はですね、明日
もうようこ4年待ちましたよっていうくらい楽しみにしているイベントが始まります。私の出身地鹿児島県志布志市志布志町で開催されます。鹿児島の三大祭りとしても大変有名でございます。お釈迦祭りにてようこは、明日の前夜祭は8時以降のカラオケ大会でゲスト歌唱ということで1曲歌わせていただきます。まあ、先日ねちょっとお話ししたモニタリング結構好評らしく、ようこ歌いに来いと。はい、じゃあ前夜祭もよろしくお願いいたしますということで、もうありがたい限りですね。そしてそして29日の本祭はですね、はい、なんということでしょう、ようこ、まあですね興奮してますね今日は。まあ嬉しいんでしょうね、寝てないのもありますが、ようこはですね夕方5時から6時の間に30分ステージをさせていただきます。ギター石井、ピアノ北園真由美さん、3人のアコースティックライブになっています。お祭り自体は6時までの開催となりますので、ぜひ皆さんいっぱいねお昼も遊んでいただいて、ようこのライブを見てしぶし楽しみましょう。よろしくお願いいたします。でね、実は、そのお釈迦祭り10時からパレードがあるんですけれども、ようこと石井は新婚さんということで、抽選におじいちゃんがね引き当ててくれたおかげで、パレード、人力車パレードに乗って皆さんに祝福していただきます。ありがとうございます。イエイイエイイエイ。でその後もうねプライベートの話をすると恥ずかしい、こっぱずかしいでございますが、人前結婚式もねさせていただいて、なのでようこはパレード、結婚式、そしてアコースティックライブということになっております。贅沢な一日でございますね、嬉しい限りですね。でね、しぶし結構ねお釈迦祭りの時雨が降ることに慣れていらっしゃるので、多分よっぽどの雨でも、よっぽどの雨でも多分ねもう開催あると思うので、ぜひ皆さん雨対策して遊びにいらしてください。お待ちしております。でね、昨日はね若潮酒造株式会社様とね一緒にイベントさせていただきました。ようこのね生ライブ、そして若潮酒造の焼酎を飲みながら楽しみましょうという会、天文家の南さんでもう大好評でした。最後の最後はようこがカバーしているおはら節で輪になって踊ってくださってました。ようこは歌いながら動画を撮りました。まあ、その模様はねいつかこう SNS でね発信できたらと思ってますので、ぜひようこの SNS もチェックしてくださいね。お願いいたします。まあ早いもので次の曲で今夜は最後の一曲となりますね。今夜の最後の一曲はやっぱり明後日のお釈迦祭りでも皆さんの平和を願って、この曲もう熱唱してやるぞという意気込みたっぷりでございます。では今夜も皆さんにお届けします、ようこでキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ、この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な愛。お聴きいただきました曲はようこでキス&ハグでした。
バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。さっきさ、カズさんからのお便りにありましたよ。カズさんね、きっと一人でね、娘さんの住んでらっしゃるところまでね、飛行機で向かわれたりとかね、寂しかったと思います。というか心細いわけではないけど、なんだろうな、まあねえ、慣れないかったんじゃないかなと。だけどそこをさ、やっぱり孫のため、娘のため、結局娘のためなんですよね。ねえ、孫に会いたい、娘のためで、自分のお家のことはね、みんなに任せたっていうことで、1週間ちょっとしか入れなかったけどっていうのがさ、またもっと痛かった。めっちゃわかります。だってさ、もう私もね、毎日のんちゃんの寝顔を見てね、あー、このまま時間が止まってくれたらなーって言ってね、もうなんで赤ちゃんを見てるとこんなに時間が進むの早いのけと思って。で、昨日のイベントもね、私が抱っこしながら司会とかしてて、歌うときはシノンがね、抱っこしてくれてたんですけれども、シノンはシノンでね、じゃんけんガールズ歌担当最年少ということで、じゃんけんマンがじゃんけん大会に参加できないっていうことをね、もうもちろんそうなんですよ、急にお願いというか相談をして聞いて、でもうシノンがね、引き受けてくれたんですけれども、まあ、それはそれでじゃんけん大会も盛り上がったんですよ、昨日のイベントね。でさ、まあそれ以外は妹を抱っこしてくれるわけですよ。また泣くわけですね。でもはいはいってあやしながら、もうね、すごいなーって。だから、なんていうのかな、この母性だけじゃなくて、誰かが大事な人を守るときっていうのは、すんごいパワーが溢れますね。医師だってね、なんていうの、子供に全く慣れてないって、もう自分でね、自分は子供が好きじゃないのかもって言ってたようなね、男性が、もう違いますよ、もう子供のためにって、もうみんなのために、家族のために、俺はって、素晴らしい、もう多分世界一のパパだと思いますね。素晴らしい旦那さんですし、そうだからね、やっぱりこう、なんて言うんだか、もうとにかく、もう言葉じゃ言い表せられない感情をいっぱい教えてくれる、それが赤ちゃん。そしてプラスのエネルギーしか与えてくれないのも赤ちゃん。それをね、自分勝手にね、私たちが年齢を重ねた先輩たちであったり年長者がね、型にはめたらね、いけないなって本当思うんですよね。もうその一つの動きで、あ、救われる世界が、それにね、もっともっと多くの人が気づいて、次の未来、次の命、魂、もうすべて地球ごと愛して守っていきたいなって本当毎日思ってます。まあ、よく口開くとね、重たいとか言われてたけど、36になるとね、全然ね、もうそんな年関係ないと思うんだけど、もう思うよ、何もね、もう本当伝えたいこと、残したいこといっぱいだなって、私が忘れたくないこともいっぱいですしね。まあまあ、とにかくとにかく、はい、カズさんおめでとうございますですし、そして今日も誰かがお誕生日を迎えているっていうこの日に本当感謝です。誰かが大変な思いをして、すんばらしいね、命をこの世に授けてくれたこと、みんなで感謝します。ありがとう、そしておめでとう。ではでは、バニラスカイ、また来週皆さん音時間でお会いしましょうね。よくは4月28日お釈迦祭り前夜祭、29日お釈迦祭り本祭アコースティックライブ、そして30日は福岡博多中洲のね、あります、もうファンマーケット行ってまいります。そして5月3日は阿蘇のハーレーのイベントミーティングにね、参加してきます。そんな感じで私もゴールデンウィーク楽しむので、皆さんもハッピーハッピーに過ごしててね。ではバイバイハッピー。